皆さんこんにちは、ももちです。今回はですね、専業主婦から月商で1000万円稼いでいる人たちが絶対にやらないことについてお話をしていきます。っていうのもですね、私の周りって月商1000万とか1000万以上稼いでらっしゃる方がたくさんいるんですよね。なんかよくビジネスをやってる方とかって、まあ、月商100万円とかが1個の目標になるんだけど、なんか私たちの周りでは100万円なんて当たり前というか、多分一般の方の感覚的に月商10万円くらいの感覚が100万円なのかなと思うんだけど、まあ、そんな感じで、専業主婦だったりとか、普通の OL だったところから、社長になって、月商1000万円稼いでる方っていうのがたくさんいらっしゃるんですね。私もそういった方々を見てきていて、そういう方たちが絶対にやらないことをお話ししていきたいなと思います。月商で1000万円、まあ、目指したいよっていう人もそうだし、あとはこれは豊かな人だったりとか、まあ、人間力が高い人にも正直通ずるところだなと思っていますので、ビジネスやりたい方だけじゃなくて、豊かになりたい人とか、お仕事でうまくいきたい人も、参考にしていただければと思います。それでは本日の動画スタート。月商1000万円いっている人が絶対にやらないことを5つお話をしていこうと思います。皆さんいくつ当てはまってるか、ぜひねチェックしてみてください。まず1つ目がですね、人の悪口だったりとか、集まりで他人の話をすることです。特に飲み会の場とかでの他人の話、これは月商1000万円行っている人だったりとか、豊かな人は絶対にしないです。みんなはどうですか？会社の飲み会とか行った時に、上司の〇〇さんだとか、そういう〇〇さん結婚したらしいよとか、あとはその芸能人の話、他人の話で盛り上がったりしませんか？あとは職場のね、先輩とか上司の悪口だったりとか、後輩の良くないところとかを話したりとかするんじゃないでしょうか。私もね、会社員経験してきたんだけど、会社員のところって他人の話だったりとかが結構多くを占めてたなって思います。専業主婦から月商1000万円行ってる人たちはどういう話をしているかっていうと、自分の話をします。新しいことにどんどんチャレンジをしたりとか、いろんな気づきとか経験をしているわけなので、他人の話に構ってるほど暇じゃないんですよ。まあ、そもそも興味がないっていうところですよね。他人の話で時間を潰すなんて本当無駄の極みだなって思ったりとかするぐらいですね。なので人の悪口は愚か、他人の話とかを飲み会では全然しないです。楽しくないしね。次、2つ目がですね、損得で物事を選ぶっていうところです。例えば後輩の〇〇ちゃんを助けたら自分に評価がプラスになるからっていう理由でサポートしたりとか、仕事お願いって言われた時にこの仕事やっても自分にお金入らないしなとか、そういう感じで損得っていう物事で行動をしないっていうところがあります。でもちろんね、まあ、人間なので感情が湧いてくることはあるかなと思うんですよ。ここで手を貸した方が自分は得するかなとか、やっても自分にお金も入ってこないしなとか思ったりとかすることは全然まああるんじゃないかなと思うんですけど、大事なポイントはこれはそもそも思いつくこともすごく少ないっていうところと、それで行動をしないっていうところです。まあ、そこで、あ、自分が損得で考えてるなと思ったら行動を完全にやめたりとかしますね。あとはそのビジネスお仕事に関してもやっぱりお金のために動いてないかなって思いますね。お金が稼げる稼げないとかじゃなくって、自分がやりたいかどうかだったりとか、誰かのためになるかどうかだったりとか、楽しいかどうかっていうポジティブな動機で動いてます。お金を稼ぐことが好きな人っていうのも1000万以上稼いでる方多いですけど、まあ、そもそもお金を稼ぐっていう行為が好きじゃないと1000万も稼ごうと思わないかなと思うんだけど、でも全然違くて、お金のために行動するのと稼ぐっていう行為自体が好きで行動するっていうのは全然違いますね。前者はなんか手段を目的化しているけど、後者は本当にその行為が好きっていう感じです。次、ちょっと損得と似ているんですけど、お金が理由で諦めるっていうことです。豊かじゃない方ほどやりますね。もちろんね、その所持金がないとかだったら、まあできないわけだから、まあ諦めるしかないと思うんだけど、今回はそういうケースじゃなくって、本当はあるのに諦めるっていうケースです。例えば、1万円のバッグと10万円のバッグがあって、自分は100万ぐらい貯金がありますと。本当は気に入ったのが10万円のバッグなんだけど、10万円も出すのが怖いから、1万円のバッグで我慢しようだったりとか、行きたい学びの講座だったりとか、セミナーがあるのにお金が思ったより高いから諦めようみたいな感じで、お金が理由だけで何かを諦めたりとか行動ストップする、あと行きたいレストランがあるとか行きたいホテルがあるとか行きたい経験があるっていう時に、それをお金が理由で諦めるっていうことです。真似してほしいポイントって、そのお金が理由で諦める行動をしないでくださいっていうことじゃなくって、価値観の方なんですよね。なんでお金が理由で諦めることをしないかっていうと、お金っていうものを特別視していないし、自分の価値よりも上に置いてないです。お金を優先する方っていうのは自分の価値よりもお金の価値の方がめちゃめちゃ上に置いてるね。なんかものすごいものっていう上にすごく大事で特別なものってお金のこと思ってると思います。まあお金は大事かもしれないけど、他のものの大事さと変わらないというか、お金だけ特別視するものではないっていうところ
は一個あるかなと思います。まあそういう価値観があるので、お金が理由で何かを諦めたりとかすることはないっていうところですね。もし真似するんだったら価値観の方を真似してください。次、四つ目がですね、自分一人で仕事を抱え込む方とか何かを抱え込むっていうところですね。これも本当にしないです。まあそもそも、これやってたら月賞1000万なんていかないし、月賞100万もいかないだろうっていうところなんだけど、人間一人ができる範囲なんて私は限られてると思うんですよ。どんなに能力がある人だからといったって、稼いでらっしゃる方。それは私の周りもそうだし、ホリエモンさんとかもそうだけど、自分が得意なところに特化してますよね。なんか自分でやった方がお金がかからないからとか、自分がやった方がかっこいいからとか、自分がやった方が得をするかみたいなところとか、人に迷惑をかけたくないからとか、絶対ホリエさん思ってないじゃない。私の周りの一生1000万いってる方もそんな風に思っていなくって、仕事を分け与えたりとかして、一時的にはね、初期費用でお仕事を渡すお金が減ったとしても、自分一人で抱えることはしないし、自分の役割っていうところに徹せられてますね。なので、自分一人で抱え込んだりとか、あと自分ばっかり忙しいみたいな感覚になってる方はいなくって、むしろ私の周りの月賞1000万いってる方はみんな暇って言ってます。忙しいって感情を感じてる人は豊かさから遠いっていう風に思っていただけるといいんじゃないかなと思います。最後、5つ目ですね。長時間悩むっていうことです。悩むって暇なんですよ。わかります？例えばね、自分もビジネスしたいですと、私も SNS で発信がしたいんだけど、仕事が忙しくて時間がないんですってご質問とか、昔よくいただいてたんですよね。時間がなくてビジネスができないって、その思っているその時間だったりとか、それを発信に使えばいいやんと思うんですよ。つまり、悩める暇があるんですよ。本当に本当に忙しかったら、悩む暇なんてないと思います。もう窮地にさせてたら悩まなくない？そう、だから悩めるって暇なんですよ。で、別に暇なことが悪いわけじゃなくて、暇っていう豊かさなので、まず自分は悩んでる時間があるんだなってことに認識していただいて、その悩む時間っていうのをどう使うかってところを考えていただくといいんじゃないかなと思います。で、私の周りの田舎の人たち、月賞1000万超えてる人たちは、もう長時間とか全然悩まないですね。なんかセミナーとか、あと数十万円の高い価格の講座だろうと、3日も悩まないですね。行くなら行くし、行かないなら行かないみたいな感じ。私の商品とかもそうだし、みんなが欲しいものだったりとか、行きたいレストランとかも、行きたいなら行けばいいし、行きたくないなら行かなければいいと思ってるんですよ。悩んでる時間、もうその時間があればみんなが自分を幸せにすることにすぐ使うことができるのに、悩んでるってところに脳みそを使っていることだったりとか、脳みそのキャパシティってみんな決まってるわけじゃない。なんか悩むってことにその脳みその領域を使っているってことは、私はめちゃめちゃもったいないなと思っているんですよ。なんかそんな無駄なところに使うぐらいだったら、ゆっくりしている方がよっぽどマシです。引き寄せの観点で言うと、悩んでいる周波数の中にそんなに長時間いたら、もう悩む現実を引き寄せまくります。悩む現実引き寄せたい中ところですね。一生1000万円超えてる方たちは長時間悩まないですね。だから、やるならやる、やらないならやらない、行くなら行く、行かないなら行かないっていう感じで即決めるっていうところもポイントかなと思います。で、なんで決めれるかっていうと、自分の好きとか自分がどうしたいかっていう気持ちの軸がはっきりしてるんだよね。これを誰か他人に惑わされることもなく思うことができるので、すぐ判断ができるんじゃないかなって思っております。専業主婦から月賞1000万円超えている方たちが絶対にやらないことについてお話をさせていただきました。5つ今日お話ししたんですけど、1つ目が人の悪口だったりとか他人の噂話をしないっていうところ、2つ目が損得で行動したりとか物事を選ぶっていうところ、3つ目がお金が理由で諦める、4つ目が自分一人で仕事だったりとか悩み事を抱え込むっていうところ、最後5つ目が長時間悩むっていうところです。皆さんどうでしたでしょうか。月賞1000万円まで私は別に行かなくてもいいよっていう方も、身につけていただくと絶対に生きやすくなったりとか、人生がね、豊かになっていくと思うので、真似してみてほしいなと思います。月賞1000万円いってる方が絶対にやらないことっていう動画撮っていったんですけども、以前にこちら、専業主婦から月賞1000万いってる方がやっていることっていう動画も撮っているので、よかったらね、こちらの動画も概要欄に貼っておくので見ていってください。こういうテーマの動画を見たいよと思ったら、ぜひグッドボタンお願いします。グッドボタンが多かったら、また同じようなテーマで動画を撮っていこうかなと思っておりますので、まあ、気になる方っていうのはぜひね、この動画が終わったらグッドボタン押していただければと思います。皆さんありがとうございました。